皆さんこんにちは。今日はですね、まあ歴史的な名車を振り返るというか、まあ思い出を雑談として載せて皆さんの耳に届けるという動画のコンテンツになってるんですけども、 VMAX ですね。 VMAX についてちょっとお話ししてみたいなと。 VMAX はまあ思い入れがある方も多いのかなと、そして今も乗ってる方も多いのかなと思ったりはするんですけども、まあそれがですね、実際にどんなオートバイだったのかっていうのをですね、その当時を知らない方に向けてお話ししてみたいかなと、いうふうに考えております。 VMAX っていうのはですね、いろんなところで取り上げられますね。あのインパクトある車体とですね、大胆な作り、今のオートバイにはなかなかないようなものだったので、すごくですね、伝説として語られることもありますし、憧れを持つ方もいるかもしれない。ただもうだいぶね、1200の方なんか特に古くなってきたので、なかなか気軽には手が出せないオートバイの一つでもありますね。まずですね、その VMAX について今日はお話ししてみたいと思うんですけど、マジで雑なんですよ。ちなみにどんなバイクだったかっていうと、第一印象はですね、重い、もうこれにつきます。VMAX はですね、押して歩くのも一苦労の重さっていうんですかね。なかなかね、押すのに対して、うわ、重いなーって、我々みたいに毎日バイクを押してる人間でも思うバイクって、そんなに多くはないです。正直、本当に重いなーと思わされるのって、VMAX だったりとか、あとは FJR ですね。FJR だったりとか、あとは何があるかな ?XV1900CU? あれも重たいですね。あれも重たい。ただですね、数えるほどですよ。本当に重いなと思わされるやつは。なんですけども、その本当に重いと思わされるやつの一大品ですね。はい。というのが VMAX。そして、もう一個はですね、非常に歴史が長いです。80年代からあるオートバイなので、1200の方はですね、特に非常に、歴史が長いですよね。歴史が長い。なので、歴史が長いバイクって SR とかもそうですけど、いいことばかりではないです。やはり、バイクにさほど詳しくない方はですね、特に何もデザイン的に変わってないので、初期型のやつと、じゃあ最後の方のやつ2008年とかね、最後の方のやつで一緒に見えます。言い方悪いですけど、だから安いのに手を出しがちにどうしてもなるんですよね。ほとんど変わんないからこっちでいいやっていう買い方をする方もいたりしました。で、台数もかなりありましたね、中古市場では。ただ正直あれほどですね、バイク屋泣かせのオートバイもですね、なかなかないぞというふうに、イメージとしてはまあ思ってますね。で、これはですね、VMAX1200 の話を今してますよ。VMAX1200 のキャラクターにもよるんですけども、あれは相当大胆な作りになっていたんですよ。あまりにも他のオートバイとは違う作りをしていた。これはですね、本当に VMAX を触った人間はですね、多分みんなうなずいてくれるんじゃないかと思うんですけども、非常に特徴的な機構を持ったオートバイであるということですね。これがですね、まず一つです。そして、もう一つはですね、あくまでハイパフォーマンスモデルであるっていうことなんですよね。ものすごく性能がいいバイクなんですよ。ただ、例えば YZF の R1 って、もう誰もが認めるハイパフォーマンスなマシーンで、まあ手がかかるだろうなということを、誰もが予想してくれるオートバイです。だから、例えば修理代が少し高くても、基本的には、まあでも俺が乗ってんのは R1 だからな、しょうがないよなってなります。ただ VMAX はですね、実は一概にはそうでもなかったんですよね。え、壊れんの?っていうふうに思ってらっしゃるユーザーさんも結構いらっしゃった。ところが、あれかなりの性能を出してますから、壊れますっていうのが一つとですね、あとはですね、結構壊れますよ、あのバイクっていうのもあって、わかりやすく弱点がたくさんあったんですよね。だそういったところもですね、踏まえて、それを愛すことができる人間のみが、乗ることを許された車両だったのかなと思います。これ新車で買ったら別ですよ。新車で買ったら別。ただ、すごい中古車が多かったんで、中古で買う人もいっぱいいました。だけど、やっぱりですね、長く維持をすること自体はすごい難しいバイクでもあるので、そういったところも含めてですね、思い出深いバイクだったりはするんですけども、まずですね、キャブレターが独特ですね。V ブーストというシステムがついていて、それはですね、パワーをドッカンと出してくれるんですけども、どういう仕掛けかというと、あれちなみにそう、逆輸入車がほとんどですから、一回日本で作ったのを海外に輸出して、それを日本に戻してくるっていうのが逆輸入車です。逆輸入車がほとんどなので、それがですね、まあ、一つの特徴というか、V ブーストっていうのがついてったんですよね。で、これどういう機構かっていうと、じゃあ4気筒ってキャブレターが4つついてるわけじゃないですか。その時に、ざっくり言うとですよ。ざっくり言うと4つついていて、まあちょっと難しい話しますけど、ピストンが下がって、その時に例えば吸気をしている、混合気をエンジンが吸い込んでいる時ですね。その時って当然キャブレターを利用しているわけですね。ところが、逆に他の気筒でですね、その吸い込んでる工程以外の時っていうのはですね、そのキャブレターを使ってないんですよね、バイクって。当然ですけど。
まあ、厳密に言ったらいろいろありますけど、基本的には、まあ、吸入工程の時、下がってる時っていうのは当然使ってますけども、その後一回上がって、燃焼工程の時っていうのは、基本は使わないですね。その時に、その隣の休んでいるキャブレターを利用して、吸入工程の時に、そっちに混合器を回しましょうよと。他の気筒のやつで、違う工程で休んでるやつを利用してしまうという機構になってます。だから非常に吸入効率がまあ上がって力が出ますよみたいな感じで解釈していただければいいのかなと思うんですけども、それがまあ V ブーストというものがついていてですね、すごくですね、迫力がある。そしてエンジン音もですね、ものすごい独特の音がします。ドロ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 っていう音がして、まあとにかく迫力があるんですよ。見た目もすごいじゃないですか。でもあれ音もすごいんですよ。で、乗ると本当になんでこのバイクってシートがこんな段差になってるんだろうっていうのがですね、要はそうなってないと落っこちるんですよね、バイクからね、振り落とされちゃうんです。だからすごくですね、男らしい過激なモデル、ただし乗る方も男らしくあらないとお金の払い方もね、維持することができないオートバイだったのかなというふうに思ったりはします。さあ、具体的にどんなところが大変だったんでしょうかという話もですね、今日はしていこうかと思うんですけども、ちなみにちょっと余談挟みますけど、 V ブーストのない国内モデルというのが少しだけありました。91年ぐらいかな、 3UF だったかなっていう方で、国内モデルとして V ブーストなしでパワー落としてあるやつね。それはすごく乗りやすくていいオートバイだったんですけど、こっちでいいじゃんってなるやつだったんですけど、やっぱりですね、当時の時代背景ももちろんありますけども、 V ブーストがないなんて嫌だっつって全然売れなかったんですよね。ねえ、大変なんですよ。バイクのイメージにのっとってないってことでですね、ダメだったんですけども、まあ話を本題に戻すと、まずやっぱ故障がすごくですね、大胆っていうんですかね、壊れ方が大胆だったんですよね。これ例えばですよ、よくあった故障は、クラッチから異音がするっていうのがあって、まあ、それクラッチ丸ごと変えなきゃなんないんですけど、とか、あとは駆動系ですね、ドライブシャフトだったんですけど、ドライブシャフトから異音がするってやつがあったんですけど、それもドライブシャフト丸ごと変えなきゃいけなかったりするんですけど、あとスタータークラッチが割れるっていうのがあって、スタータークラッチもですね、スタータークラッチが、ちょっと難しい話しますよ、スタータークラッチが発電機のマグネットの裏側についてるんですけど、その発電機のマグネットがね、とにかく取れないんですよね。で、すごく工具が壊れる。こんな分厚い金属の工具が曲がっちゃうんですよ。そこ取ろうとすると。ぐらい取れないんですよ。これどうやって取んのみたいなね。で、お店なんかでね、ノウハウいろいろお店さんによってあったと思うんですけど、要はですね、力をかけすぎると、そのかける相手がクランクシャフトなので、クランクシャフトが割れちゃうんですよ。取れるよりもクランクが割れちゃう。だから、それやっちゃったら廃車になっちゃいますから、クランク交換になっちゃうんでね。バイクでクランク交換っていうともう果てしない金額かかるんで、もうほとんど廃車ですよね。だから、やっぱそこもですね、結構泣かされたというか、まずそのクランクのシャフトに直で工具を当てないように、そこにですね、いらないボルトをまず丈夫そうなやつをねじ込んでですね、そっちに当てるんですよね。そして、一晩力をかけておくと朝になると外れてるっていうことが結構ありました。ねじ込んでですね、あんまり力かけると良くないんで、ほどほどにしておいて、そして今日はもう帰ろうっつってで夜帰ります。で、朝行くと外れてる。だから外れた時にちゃんとパーンって飛ぶんで、あれその時にキャッチできるように、こう柔らかいお布団を用意しておくんですよね、そこにね。で、朝行くと、お、取れてる取れてるってなるんですよね。朝行って取れてないと結構絶望したりするんですけど、まあそんな感じでですね、非常にですね、大変だったというか、手を焼かされたようなバイクだったような気がしますね。そしてドライブシャフトもなかなかの金額して、壊れるとね、部品代だけで確か当時で8万だか9万だかするんですよ。だから結構金額聞くとギョエってなったりとか、それ以外にもですね、点火系のリークがあって、なんかこうエンジン調子悪くなっちゃうっていうのがあって、それどうやって見るかっていうと、部屋真っ暗にしてエンジンかけるんですよね。そうするとどっかから火花が漏れてこう光ってるとかね、っていう風にですね、診断したりとか、あとはもう対策どうすればいいんですか、なんか充電が全然足んないっつって、どうすればいいんですかっつって、メーカーからアーシングしてくださいって言われたりとかね、そういったのもあったりして、非常にですね、いろいろ大変だったっていう思い出があるんですけども。まあ最大の、VMAX の最大のですね、泣きどころとしてはですね、タンクが錆びるんですよ、あれ。まあ別にどのバイクも錆びますけど、タンクが錆びるんですよ、あれって言ったのは、それの修理が大変だからなんですけど、タンク錆びるじゃないですか。タンクがあれシート下にあるんですよ。お尻の下ね。そうすると、燃料を、キャブレターはもうこうハンドルがあったら目の前にあるわけですから、吸い上げるんですよね、ポンプで。だからガソリンタンクが錆びると、その錆がですね、まずちっちゃなフィルターがついてるんですけど、そこを通って当然バラバラにされて通過していくんですよね、そのフィルターをね。そしてさらにですね、電動ポンプで細かくされてですね、
燃料吸い上げるやつね。だから電動ポンプもサビだらけになります。そしてさらにそれがキャブレターに流れ込んで、でキャブレターをダメにすると。でそこで調子が悪くなって初めてユーザーさんはあれなんか調子悪いなってなるわけですよ。でもお約束だからもう VMAX 来たら真っ先にタンク覗くんですけど、大体錆びてるんですよね。水が入ってたりとか。だそうするとキャブレターはオーバーホールしなくちゃいけないし、そこにも結構部品変えなきゃいけないのいっぱいあるんで結構高かったりとか、ポンプも変えなきゃいけない、そしてあのフュエルフィルターも変えなきゃいけない、そしてタンクも変えなきゃいけない。タンク自体はね確か2万しなかったです。1万いくらとかだけど、後ろ回り全バラにしてフレーム1箇所外さないとタンク取れないんですよあれ。だからもう本当にバラバラにするイメージなので、すごくすごくですね、あの大変なオートバイというような、まあ記憶がありますね。なのでやっぱ維持するにはですね、すごくお金がかかる。ただですね、もうそれも VMAX の一つの、まあこれが VMAX だよねっていうふうにいじる方は分かってますよね。はい、全部含めて VMAX ですから、そういう意味ではですね、乗り手にもですね男気を求められるような、そんなオートバイだったというふうに記憶しております。さあこんな話を聞くとですね、なんか問題だらけのバイクみたいに聞こえるかもしれないんですけども、ただですね、あの独特のサウンドと加速感ですね、あれはですね本当にオートバイとしてはですね他にない。オートバイっていうのはただただ速ければそれが高性能ということではないんだなと、やはり感性をくすぐるものっていうのがですねオートバイの役割なのかなというふうにですね思わせるような、そんなですね非常に濃いオートバイですねの代表格と言ってもいいようなバイクだったと思います。あのバイクこそですね、まあ唯一無二の存在というふうに表現するのにぴったりな名車だったんじゃないかなというふうに思ったりもしています。それではですね、今日はこの辺でお別れになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。